こんばんは、LPD です。こんばんは。こんばんは。こんばんは。前回の、オンライン写真展は、たくさんの反響があり、たくさんの反響がありました。見てくださった方や、アンケートの回答をたくさんいただきありがとうございました。いろんな意見があって、またその写真に対する姿勢とか、思いがまたこの4人の中で深まったなと感じます。そして今回ですね、この新しい企画として、ライブフォトセッションなるものを、企画しました。これはですね、月に一度、この我々みたいな、風景写真を撮っている方を、招待して、LPD の4人と、対談形式で進行して、この写真談義をするというものです。ではですね、早速第1回目のゲストを紹介していこうと思います。第1回目のゲストはこの方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ああ。失礼します。今日はゲストをお招きいただきありがとうございます。松田直樹です。まっちゃんと呼ばれたりはしてますし、インスタのアカウントでは南部フォトグラフの方でさせてもらってます。自然をモチーフに基本として今撮らせてもらってて、そこで自分の感情が、その自然にどういうこと、同化したときに何がどういうことが感じれるのか、またどういう感情が潜んでいるかっていうことをこう模索しながら今自然を、撮っていってます。あんまりこう目立ったコンテスト受賞とかはないんですけど、主には各月刊風景写真という雑誌の方でいろいろちょっと活動の方はさせていただいていってます。自己紹介以上です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、では早速もう写真の紹介に移りましょうか。はい、はい、お願いします。じゃあ1枚目ですね。はい、こちらです。1枚目のこの写真のタイトルは竹の根です。濃霧の中、バイオリンを撮影しようと周囲を散策していると、倒れているこの竹を見つけました。身の湿度も高く、竹の潤った質感にまず引き寄せられました。そして、光が差してきたとき、その質感が立体的となり、竹の形や色の違いにそれぞれの過ごしてきた時間の差を感じ、カッターを切りました。若く青いもの、黄色く変化したもの、されていこうとしているもの、それぞれの時間を優しく照らすような印象になるように光の入れ方も工夫しました。以上で写真の解説を終わります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。松田さん、こちらの写真ですね、素晴らしい写真で、僕もこれ見させていただいて本当に感動したんですけれども、ちょっといくつか、この写真から我々からもですね、いろいろ質問をしてみたいなっていうふうに思うんですけれども、今回参加されている視聴者の皆様からも、こちらチャットでですね、こちらの写真に対しての質問を、受け付けておりますので、もしこの写真に対してのこう質問がありましたら、お話しいただければ、コメントに入れていただければと思います。はい、コメントをぜひお待ちしております。はい、お待ちしています。ちょっとラグがあるのでリアルタイムで拾えないかもしれないんですけれども、松田さん、これちなみにこれを撮られたのって、はい、なんかこう竹林とかだったんですかね。竹林、なんかこう神社とか、なんか場所的なことってもし差し支えなければお伺いしたいなと思って、なんかこれを見てるときにすごい道みたいに見えたんですけれども、なんかどういった環境だったのかっていうのを、もし一応この場所は奈良のところで、結構梅林で梅の花がかなり有名な場所だったんですけど、かなりの場所に濃霧で、なんかこうはっきりした被写体も見つからないということで、どうかな思った時に、一部だけその竹林が入っている場所があって、でその場所の方に歩いていくと、結構風の影響なのかどうかちょっとわからないんですけど、かなり倒れてる
方がたくさん、目に入ってきたので、この場所に、はい、引き寄れました。なるほど。これちなみにごめんなさい、時期って、どの辺でしたっけ、時期は1年の中でどのくらいの季節になるんですか。どのくらいの季節、なんかこの葉っぱが黄色いところがあったりするんで、あ、秋となのかなって思っちゃったんですけど、時期的なところっていうのはどんな感じになるんですか。竹の紅葉っていうのは実は春に起きるもので、いらんかった。竹の秋っていうのは多分春に起きる現象で、まあ、養分を蓄えるためにそういう色に変化していくんですけど、これを取ったのはあの梅林の季節で、あの3月中旬から末の間だったかなぐらいですね。これは意外ですね。いやちょっと知らなかったですね。うん、これは知らなかった。うん、もちろんあの僕も調べて知ったことなんで。いや、すごい。そうそう、そうなんですよ。これちなみに撮った時にちょっと、ああ、いいです。すいません。はい。これちなみに秋を感じる雰囲気っていうのがなんかいいなと思って、そうですね。いや、はい、本当に、本当見た時に秋だなと思って見てたんですけど、春だったんですね。ね、ちょっと衝撃。そうなんです、衝撃。これなんかこの滝のリズムってある、竹のリズムってあるじゃないですか。うんうん。このなんか色的なところ、いろんな色があると思うんですけど、前景にこうちょっとこう黄色みがかった竹を配置して、まあ徐々に奥に行くに従ってこう多分緑色というか普通の色のものが配置されてると思うんですけど、なんかそこに物語とかあったりとかされたのかなっていうのはちょっとパッと見たときに、このゾーンって多分長いと思うんですけど、なぜここのゾーンを選んだのかっていうのをちょっとお聞かせいただけたらなと。まあ少し写真の紹介の方でも、伝えさせてもらってた内容にはなるんですけど、まあそのかなりその湿度にこう潤った竹のその青い質感がすごく綺麗だったんですよね。うん、でまあそこにまず一番気を惹かれたっていうのがあるのと、あと本当はこの場所の、右の方はまだ元気な竹が全部立ってるとこなんですよね。あ、へえ。なんですけどここだけ一部に倒れ、なんか一部だけ中からこう倒れてきているような感じで、そのなんか人間的な形ではないですし、なんかまあ自然的なものなのかちょっとわからないんですけど、うんまあ、この、うん、このやっぱ元気になってる姿というよりは、まあ、倒れてもなおこう色をつけて生きている姿っていうのがすごく良かったので、その、魅力が一番こう詰まってるゾーンって考えると、この場所の切り取りが良かったかなと思って、はい、撮りましたね。これちなみにいいです、亀島さん、すいません。どうぞどうぞ。これって根元折れてるんですか。根元なんですか。根元ってそのまだ地面の中にある状態なんですか。ないものとあるものと混ざってる。なんか本当に不思議なとこだった感じですよね。折れてるのに色つくのかなと思って。多分なんだろうな。そこはもう自然の神秘としか言いようがないんですけど、あ、そうですよね、もしかしたら、ね、倒れて結構まだ時間が経ってない状況だったかもしれないですし、まあ本当にいろんな色がこうポツポツ出ているっていうのはすごく面白いなと思って。確かに、はい、はい、これは僕的にはかなり惹かれたあれでしたね。なるほど、うん、あれもう一個だけいいですか。もう一個だけちょっと僕見て、あのこの真ん中に細い竹があるんですけど、竹なのかな、細い、それってなんかこう境界線みたいな形で使ってるのかなと思ったんですけど、それ特になるほど、いやそう感じていただけるのはすごく嬉しいですね。あの確かに境界線というイメージではあの使ってはなかったんですけど、まあでもこの細い、すごくもうあの老人の腕というか痩せ細った腕というか、まあすごくここに時間の重さを感じたので、
おお、なるほど。そこを重心に置くっていうことを考えて、真ん中に1本入れましたね。こんな感じですかね。いや、すごい面白いですね。やっぱもうそのリズムがこうあった中で、あえて真ん中にこれを入れた意図って何だったんだろうってすごく思ったので、まあ、それちょっと面白かったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にその周りを歩いてる中で、あの倒れてる場所ってここだけだったんですか？まあ、僕が散策できた範囲内ではここだけですね。やっぱ余計不思議な空間ですね。そうなんですよ。なんか梅綺麗にされてますけど、そっちよりもこっちの方が面白いなってなって、梅はまあ後でいっかって感じで、ずっとこっち撮ってました。なるほど。いや、光の方向もすごいいいし、もう霧が本当に濃かったので、そのおかげで本当にいい柔らかい光が入ってきてくれたので、もうほとんどレタッチもせずに済んだので、なるほど、かなり楽でしたね、この撮影も。これって、はい、ISO を上げてるんですけど、手持ちなんですか？そうですね、手持ちです。手持ちなんだ。そうなんですよ。あの多分まあ、 ISO を上げなくても手ブレしないシャッタースピードは切れたかもしれないんですけど、うん、まあ、あの写真あるあるで決まったと思った写真がブレてることも絶対あると思うんで、それはもう悔しいんで、絶対にブレない速度、あのシャッタースピードでは絶対撮るようにしてるので、こういう時は、うん、はい、その選択ですかね。なんか僕毎回一緒に撮影してもらった時に、あ、長野の時ですね。そうです、そうです。あの時思ったけど、いや、まっちゃんさんめっちゃ手持ちで結構バシッと撮るなと思ってやったから、なんとなくこのなんかシャッタースピードと感度っていうの、またこれも手持ちなんかなって見てほしい、なんか三脚使うとどうしてもなんかたまるんですよね、なんかやりたいことが、どうしてもあの使わなきゃいけないとこはもちろんあるんですけど、確かに、まあ、まあ今の技術の進歩の恩恵というか、ノイズもかなり出にくくなってきてますし、もう ISO 感度上げてバンバンあの自分の自由な構図で、撮ると考えたときに三脚はちょっと自分の中で邪魔な存在になってくるので、基本はやっぱ手持ちで覗いて自分がいいなと思ったところに、もし三脚を使ってきっちり撮りたいと思えば三脚を使いますし、なんか構図を考えてから三脚を使うですかね、個人的にもしやるとしたら、基本的にはそうしてますかね。結構実装のでかいやつでしたもんね。まあ、そうですね。ちょっと正直あれ使いにくいです。ありがとうございます。もう、はい、じゃあちょっと、はいはい、ちょっと欲しいなと思ってます。まあね、皆さんちょっとじゃあここで、前回インスタグラムの方で質問箱みたいな形で質問ちょっと募集していた中でのちょっと質問を、ここでちょっと紹介したいと思うんですけれども、浅田さんの風景写真をまず撮ろうと思ったきっかけ、そこをちょっとお聞きしたいなと思って、誰しもやっぱりその写真を撮るまでのストーリーっていろいろあると思うんですけど、そのきっかけってちょっとお聞かせいただけたらなと思って。 OK です。本当になんかめちゃくちゃアホらしいきっかけなんですけど、月9の恋愛ドラマ見てて、ジャニーズのヤマピーが、キヤノンのマーク3、EOS 5D マーク3を構えてたんですよね。おお、もうその姿がかっこよくてカメラ欲しい。意外とにわかですね。めっちゃいや、まあ、マジカメラ構えたらかっこよくなるんやと思って、カメラ欲しいなと思って。なるほどね。そうそう、それで買ったのは、まあ、きっかけはきっかけですかね、カメラをまず買ったという。でもなんか、まあ、そもそも写真携帯とかで撮っててあんまこう満足してなかったというか、せっかくいいなと思ったのに綺麗に残せないっていうのはやっぱ悔しかったんで、だからちょっとちゃんとしたカメラも欲しいなとはうすうすは思ってたんですけど。なるほど。で、まあ、最初は
本当に自分が一人暮らししてたアパートの周りのスズメだったり草だったりカエルだったり、そういうちっちゃなものをずっと望遠レンズで撮り続けてて、その後にそこから望遠、望遠です、もう望遠、あのキットレンズの望遠、ああなるほど、だから最初から400ミリぐらいまでの息はもう全部体験してたので、すごい、この世界が面白くて面白くて、でインスタグラムをこうやり始めるようになったら、こうなんじゃこれあってめっちゃ綺麗な景色がねぶわー上がってきたんで、あこれ僕も風景撮ってみたいわーってなって風景写真撮り始めましたかね。今はもうジャニーズとはほど遠い写真ですよね。ジャニーズが消えましたね、完全に。うん、すごいギャップで全然関係ないっていう。うん、本当に関係ないです。ただ単に自分がモテたかっただけで買ったっていう。広い。それだけっすわ。ちなみにその今風景写真をやってる意味って何なんですか。やってる理由っていうか。なんか人によっていろいろあるじゃないですか、なんかアウトドアの一環でやってるとかっていう人もいると思うし、まあ、まあその芸術作品を作るっていう人もいると思うし、いろいろな、まあその人によっていろいろなものだと思うんですけど、増田さんによって撮ってのその風景写真って今何が原動力となってどうして続けてるのかっていうのをちょっと教えていただき、ちょっとこう深くなるかもしれないんですけど、まあ最初はやっぱ楽しいっていうのがやっぱ一番で、で特にそのカメラを持って出かけるっていうことをすることですごいいろんな新しい発見があって、まあそれはあの自然に行くとか関係なしに、まあ、いろんな場所に出かけて行って初めて見るものだったり、初めて感じるものだったり、なんかそういうのを写真として残すっていうこと自体がすごく楽しかったので、まあ、そこを自分をこうなんかストレス緩和、あのストレスというか、まあセルフコントロールじゃないですけど、自分の精神的なコントロールも含めてやっぱ楽しいことをしていきたいっていうのが今の衝動でしたかね。で、まあそこからまあ今になって、なんでこんだけずっと写真って続けてこられてるんだろうなと思った時に、やっぱその知らない自分に出会えるというか、知らない風景に出会うんではなくて、この風景見てこんなこと感じれたんだ自分すごいなとか、面白いな自分、なんか自分の新しい発見につながってることがすごく多くて、なんかすごくそれがこうやめられなくなってきて、なんか自分探しみたいな感じですかね、写真をやってるってこと自体が、それがやっぱ今の一番の原動力になってますかね。なるほど、ありがとうございます。こんな感じですね。何か質問、皆さん大丈夫ですか？他に何でも大丈夫です、なければ次に、次の写真がありますので次に回りたいと思いますけれども、はい、他のところ大丈夫ですかね。はい、はい、ではじゃあ2枚目の写真2枚目いきますか。はい、じゃあいきますね。はい、お願いします。2枚目がこちらの写真です。うわこの写真のタイトルは空です。宇宙のあの宙という字を書いて空とタイトルをつけました。小さな水草が密集する水面を見ているときに、何かこう小さな模様があることに気づき、マクロレンズに切り替えて、見てみました。覗いてみると小さな油膜が分裂して浮かんでいました。その形の面白さに惹かれ、ずっと見ていると星やまたは星雲のようにも見えてきて、こういう星を見上げているのではなく見下ろしているような世界にも宇宙があるということを感じました。夏の真冬の日差しが強く、水草の隙間の水面を照らし輝かせていることで、さらにその周りの星々が輝いているような宇宙感も感じるような切り取りができたかなと思います。以上で写真の解説を終わります、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。ちょっとついに不思議ゾーンが爆発したかなっていうやっぱこういうのといえばまっちゃんさんかなって、なんか僕のもうイメージがもう固着してるんですけど、あざす、
なんか僕これてっきり望遠でなんか抜いてたのかなって思ってた。マクロなんですね。そうですね、手のひらよりも一応小さい範囲の世界ですかね。いやすごいな。いやなんかその油膜が分裂してて、今説明にもあったみたいにこうちょっと宇宙も感じたりとか星雲に見えるっていう話出てたと思うんですけど、なんか僕もこのアブストラクト撮っててこう油膜とか見つけた時にやっぱそういう風になんか見えてくるなと思って、なんかやっぱ足元にも本当になんか宇宙空間じゃないけどなんかあるなっていうのはなんかすごい今話聞いてて共感できたんですよ。ただちょっとこれがやっぱなんかなんだろう、手のひらより今小さい範囲って聞いて、あそんなオミクロンの世界なんだって思ってちょっとびっくりはしてますね。これって時期的にはいつぐらいなんです？夏、これは夏ですね。7月か、7月ですね。7月、うん、あの太陽は結構、ね、はい、はい、太陽も結構高い時間ですね。めっちゃ暑かったです。もうあの汗だらだらで、もう本当にめちゃくちゃあの真夏のこの初畑です。ああ水を取り行った時に結構あの水、その初の下の方の水面に結構こういうちっちゃな緑の藻が、もとか水草が発生している場所が結構多くあるんですけど、うんうん、それをこう面白いなと思って撮ってたら、まさかこんな不思議なやつが浮いてるみたいな感じで見つけて、うんうん、でまあマクロレンズで覗いてみてみると、あのさっき言った通り本当になんか宇宙があるなみたいな感じで撮りましたから、うんうん、いやめっちゃすごいなって思って、なんか最近そのまあ僕らの前の写真っていうのも、あの中西くんがバクテリアの油膜撮ってたと思うんですけど、うん、それとはまたちょっとなんかジャンルが違いそうだなって思ってて、なんか油膜の種類っていうか、うん、なんかあんまりこの泡っぽいやつってありそうで見ないなって思って、湿原ではないんだよね。そうですね。なんか、うんうん、でも果たして多分おそらく形状的には油膜だと思うんですけど、うんうん、一体なんでここにあるのかっていうのも僕はちょっとやっぱ分かってなくて、うんうんうん、まあ発見ですよね。もう完全に発見です。本当はこれ、実はこれの数カット前は全部虹色になってたんですよ。うん、けどさっき言ったあのブレてたりとかして、うん、ちょっとあの。自分でめっちゃ泣いた写真です、これ。ちょっと悔しくて。あ、なるほどね。あ、そうだ、ある。質問一個いいですか？はい、お願いします。これって、被写体との距離って何センチぐらいなんですか？うんうん。ほう、ですね。水面がこう面であると考えたら、はいはい、マクロレンズもここぐらいですかね。本当にあの、イギリスのマクロレンズ限界の等倍、20センチとか15センチとか、こんぐらいですね、たぶん。近っ。なんかもっと腰ぐらいの高さから撮ってるように見えたから。そう。思った。本当じゃ、かなり小さい世界なんですね。そうなんです、そうなんです。へぇ。なんかちょっとこう、不思議に思ってることが、うんうん、あのマクロレンズって言うじゃないですか。はいはい、でも撮る写真ってミクロの世界じゃないですか、うんうん、なんか全然違う意味の名前のレンズだなってずっと思ってて、マクロレンズって確かに、うん、ニコンはミクロっすよね。ニコンはマイクロか。ニコンはマイクロだもんね、うん、あ、なるほどなるほど。でも多分おそらくそのミクロの世界を撮ることで、さっきの宇宙っていうマクロの世界を表現するのレンズなんだなっていう感じで、ちょっとこう自分の中で合点がついていろいろ考えてた。なるほど。だからマクロだから小さい世界を撮って小さいものを表現するんじゃなくて、まあ、マクロレンズを使うことで小さな世界を撮ることで、なんかそれ以上の世界をこう想像できるような、うんうんうん、特に自分がやっぱマクロレンズを使うときにはそういうことを考えて撮ってますかね。いやー、皆さん分かりました？マクロレンズの使い方はい、分かりました
ってあるよね、本当に。すごいこれ。僕は視点にはあんまりないのかなって思って見てたんですけど。なんかこれ、見ようによったら、なんかアマゾンの湿地帯を空撮で撮ったような。ああ、確かに。なんかそんなようにも見えましたね。面白いですね。なるほど。うん、ドローンで湿原撮ってたとき、なんかまさにこの雰囲気ね、うん、だったから。うんうんうん。そうか、それ面白いです。なんか大きな世界想像してもらえて嬉しいです。いや、すごいな。これだけでね、本当にすごいいろいろそういう見方ができるから。いや、嬉しいです。ありがとうございます。はい。はいはいはい。みんな、まあ、大丈夫です。新さんとか長押君とか。この写真に対しての質問。長押君あれば。俺は質問っていうか、うんうん、そのマクロとミクロの世界の話したじゃないですか。うんうん、でまさにその俺前回の写真展のあのバクテリアの写真出した時のタイトルがミクロコスモスだったんですよ。うんうん、で本当に全く同じ。マクロレンズやけどミクロの世界をなんかマクロみたいなそういう対比の話を本当まさしにその写真って俺もしてて、うん、これちょっとすごい写真撮る人となんか 一緒な気持ちで撮ってるんだなみたいな思考を感じたすごいちょっと嬉しかったですいや、そんな、なんか嬉しいですけど、嬉しいですけど、恥ずかしいですから。いやいやいや、まあまあでもそうだよな、ね、結局、視点がまあ似てたっていうか、うん、共感が部分があったっていう、すごいいいことだと思う。ね、なんか嬉しいです、ね。うん、話が合うっていうのも、やっぱ、すごい語り合う上で大事だと思うから。そうですね、そうですね。うんうん、そうやって話しているうちにちょっとお互いそれぞれのなんかズレが出てきて、うんうん、こうその人の撮り方の個性というか、うん、ものにもなるんでやっぱいろんな人と写真撮るだけじゃなくてやっぱ話し合うっていうのもすごく大事だなと思いますね。いやそうだと思いますね、うん、それがまた自分になんかインスパイアを与えてくれて、うんうん、次に撮るときに着眼点が広がってて面白くなったりとかっていうのが多分そういうのも繰り返しだと思う。成長ね、いいですね。いいですね。いや、ちょっと熱い話になっちゃった。うん、ちょっとずっと、そろそろ、あれだわ、あの視聴者さんからの、はい、あの質問をちょっと移っていきます。はい、好きな撮影の時間帯とかってあります？好きな撮影の時間帯か。そうですね、まあ。一番好きなのは、うん、もう本当の日が昇るまでの間、連明期っていう、うんうんうん、にこう、うっすらと現れてくるその自然の表情というか、うん、この表情はたまらないなっていつも思うのと、あとは真っ昼間ですかね。もう一番きつい、うん、そう本当だったらなんか、ね、ロケ班に使う時間だったりとか。うんうん、ってことにもなるとは思うんですけど、なんか真っ昼間のあのすごいハイコントラストな時間帯、うん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 、じゃないと見えない表情が結構あったりとかして、うんうん、水面上がすごいですよね。うんうん、この2枚目の写真も真っ昼間の上からの直射日光がないとこんだけキラキラ輝かなかったと思いますし、うん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 、まあ、確かにそれ、うん、できる限りそう昼間までは撮り続けることにはしてますかね、いつも。この間シャッター切ってる量異常でしたね。そうね、調子乗ってたら異常でしたね。いや本当に本当に見たらちょっとやばいなって思いますよ多分あれ。もうずっとこうやってもうおやばいやばいとかっつってもう ずっとなんかいるんだなーっているところにはいるんだなって僕は思って見てました。なんかおかしなやついるなみたいな。いい意味であのちょっとネジが飛んでるなって思いましたよ。いやいや、でもあれは長野にいたっていうのもあったと思いますよ。もう自分が普段見れない、ね、そうそうそう、うんうんうん、自然の中にいたんで、うん、
確かに、ね、興奮しすぎててちょっと、うん、気持ちも高揚してたから余計に押しちゃう、うん、そうね、うんうんうん、それはあるかもしれない、はい、確かに、ね、ありました、はい、なるほど、いや面白い話、これまたちょっと面白いんですけど、あの隔月風景写真に応募しようと思ったきっかけ、うん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 、で何ですか、ですね、なんか僕がこう本当にただの趣味で写真をずっと撮り続けてて、でそのインスタグラムでこう写真をこう投稿はしてたんですけど、はい、そこにこうちょっとこう声をかけてくれた方がいて、うん、ちょっといろいろこっちに来てこう写真の人がいろいろ紹介してあげたいから、ちょっとこの集まりの会に来ないよみたいな感じで声をかけてくれた人が、その隔月風景写真の、に取り組んでる方だったんで、でまあそこでちょっとこういろんな方に紹介してもらって、初めて入った世界がまあその格ゲあの風景写真の世界だった。あ、そうなんですね。でまあ実際にそこであのそのそもそもそれを知る前から、あ、その人に会う前からもうその雑誌を見てたんで。あ、そうなんですね。そう、ただまあこんなすごい世界に自分が応募するなんてってずーっと思ってたんで、でもその人にまあそういうふうに声かけてもらって、ちょっとこうなんだろう、少しこう一歩進めたというか。なるほど。そうなんで、まあコンテストにもちょっと応募してみようかなと思って、まあ、最初の1年間ぐらいは応募してましたけど全部入らずで予選止まりというか。へえ。1年間全然ダメだなとか言って1回だけポーンと入ったら調子乗りましたね。そっから。いいですね、いいですね。うん、いや味しめたもんね。味しめたとかすごいプレッシャーに襲われてきました。1年間連続して入ったんで。なるほど。ずっとそのこれを途切らせるかもんかみたいな感じの変なプレッシャーがあって、ああちょっとなんかしんどかったです。あ、次も入んなきゃなみたいな勝手に思い込んじゃって。ああ、なるほどね。そういうのはあるかもしれないですね。なんか欲深い人間やなみたいな。いや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 、みんな思いながら。あ、みんな、みんな、そうだ、うん、みんな、みんな、うん、なるほど、そんな感じで、はい、応募し始めましたね。いや、これ多分、確かに聞きたかった人いるかもなと思って、この質問見たとき思いましたね。うんうん、なるほど。うん、ちょっとあの、風景写真のね、世界だけではないんですよね、うん、いろんな写真があって、うん、ね、いろんなものあるので、そこの世界だけがすごいというわけではないんですけど、うんうん。やっぱ自分が撮りたい写真の雰囲気とその格月刊っていう雑誌の雰囲気がこう合ってたっていうのも続けてた理由ですかね。ああ、なるほど。確かにフィーリングが合うかどうか大事ですね。うん、そんな感じです。ありがとうございます。と、こんな感じで話してた、もう30分。本当だ。早いね。早いね。じゃあ、3枚目に行きましょうか。行きます。はい。お願いします。お願いします。こちらです。はい、あ、それであれです、抹茶さん、この写真のタイトルをください、はい、教えてもらってなかった。ライブあるな、ライブあるある。実は翔太さんこれタイトルつけてないんです。おじゃあこのまま無で。これはでもちょっとね、3枚目と次の最後の4枚目はタイトルをわざとつけてないです。おなるほど。みんなに考えてもらうみたいな。はい、いやいや、楽しんでもらえたらと思って、ちょっとまあ、3枚目の説明、もう始めても大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい。ではお願いします。この写真は、泡と水滴が作る世界を撮った写真です。すごく不思議な感じになっていると思います。何か別の惑星を見ているような、または衛星写真のように雲を宇宙から見下ろしているような、そんなイメージを僕には感じられました。この写真は自然の中に出かけて撮ったものではなく、日常生活の中で撮ったものです。身近なところにもこんな不思議な世界があったのだと感動しながら撮っていました。どんな場所で撮ったかというのはこの後のディスカッションで。うん、写真の解説を終わる。これ本当見たとき衝撃受けて、はい、先笑っちゃった。これはすごいよね。笑いました。
あのスマホをこうやってやってたよね。こう。わかるわかる。ねえ。ねえこれ深掘りいいですね。これは長くなりますよ。なんか普通のなんか写真で、何これってなってちょっと考えるじゃないですか。で考えて、あ、なるほどねってなんか自分の中でその着地はできるんですよ。大体の写真で。でもなんかこれを見た瞬間ってなって、なんかもう自分の着地点がどこかわからなくなって、ずっと考えちゃうんですよ。何これって思って。正解がわからなくて。でもなんか、すごい引き込まれるんですよね。この影の、この影は何の影なのどこで撮ったのみたいな。その自分の中ですごい考えて、です考える分、その見る時間も増えて、もうなんか、写真の楽しみ方、すごい今楽しんどるなっていうのを気づかせてもらった感じですわ、この写真は。いや、長尾さん、そのコメント僕泣きますわ、多分。めっちゃ嬉しいです。いや、ほんとすごいんですけど、この写真、じゃあどこで撮ったんですか？ね。これは、そうですね、ちょっとそうですね、ちょっとこれを撮った場所を言ってしまうと、なんかもしかしたら賛否両論あるかもしれないんですけど、これ車の中で撮ったんですよ。うわーすげえ。うわマジか。しかも車の中で何をしてるかというと、洗車機に入ってる中なんですよね。はい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 、まあ、今なるほどってなりましたね。なりました。絶対皆さん洗車機入った時この風景見たんですよね絶対。なるほど。そうそう。いや、この影の見方に納得がいきました。納得いきました。うん、そうなんですよ。これめっちゃ、うん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 、多分そのフロントガラスに泡がこう滴り落ちてくる時を撮ってるんですけど。なるほどね。で多分泡ブローで泡が全部車にかかった状態で、でそろそろ洗い流していきますよってこう水しぶき立てはめた時にその泡の面に水しぶきがたくさん落ちて、こうやってなんかポッとんですよね。そう、うん、そこを取りましたね。いやこれすごいな。皆さんがフリーズしてる。うん、ちょっと電波の調子がね、時々ちょっと悪かった、うん、はい。いやでもね、やっぱ車乗ってる人だったら一度は見たことあるシーン、うんうん、え、うん、そうそうですね。ちょっとやっぱすごいな。でまあ、そうさっき賛否両論分かれるって言ったのが、じゃあ果たして僕は自然をモチーフに写真を撮っていると言ってても、これ自然なんですかっていう人もいるかなと思うんですね。なるほど。でそう思った時に、じゃあその自然って何なんですかっていう疑問が生まれてくるんですよね。ってなったら、ちょっとそこをこうその人それぞれの考え方があると思うんで、まあ本当に否定も肯定もしないんですけど、もう僕的にはこの水っていう物体自体がもう全て自然ですし、でこれやっぱ光がないとこういう色は出てこないですし、たとえその人工物の中にあるものだとしても、やっぱ何かしらやっぱ自然の何かのものが絡んでこういう表情を見せてくれてるので、そう思えばもう本当に自分の身の回りにあるもの全てはやっぱ自然のものなのかなっていうのは考えがあるので。なるほど。やっぱどこでも被写体になるっていうのはそういう感覚ですね。なんでまあぜひ洗車行った時にちょっとやってみてください。ちょっとこれ次行った時カメラ持って行っちゃいますよね。うん、それで洗車行く時に絶対カメラ持って行ってますからね。もうずっと撮り続けてるんだ。じゃあこれであれですよ、もう休日とかのガソリンスタンドとかこれでこう長蛇の列できたら、まっちゃんさん今 SNS とかでこういうの洗車機に入ればこういうの取れるみたいな。いや発信したら危ないですね。
いや、これ多分来週のインスタとかこの写真また上がってきます、ね、出ますねこれ。いや逆にちょっと見てみたいです、皆さんが撮るその洗車機の写真。うん、ほんとに本当に本当に、まあ無限の表情がありそうですからね。いや本当にもう一期一会ですし、全てが、うん、これ考えたらなんか土砂降りの日とかにわざわざ田んぼとかに行って土砂降りの雨食らって、そのフロントガラスにめっちゃシャッタースピードを速くして、うんうん、面白いなって。いや確かに思いましたね、なんかカオスなやつ撮れそうな気がする。この写真にそのタイトルをつけなかったっていう理由も、あの長尾さんがもうあの涙するコメントをくれたんですけど、うん、あの考えて考えてなんか自分で答えを出そうとするというか、うん、その作業っていうのが本当に写真とのコミュニケーションになると思うんですよ、うん、見る人に委ねる感じ。そうですね、はい、あのこちらが答えを提示するというよりはやっぱ見る人のその人の世界になってほしいので、うん、で、まあ、その人の世界になった時にその写真が別物になると思うので、僕が宇宙と思ってても全然違うものが想像できたりとか、うん、なんかそこがすごくこう写真を見る面白さというか、うん、あらさまに答えを用意しないっていうのはちょっと今僕があの表現として今努力しているところというか、なるほど、やってみてるところなので、本当に長尾さんの回答はマジで後で何回もアーカイブ聞きますわ。めっちゃ嬉しい。ね、本当に NASA の人じゃないと見れない景色なのかなって思ってました。NASA やばい、うん、クリエイターとかそんなレベル。そう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 、わかる。こう宇宙服着て見る景色なのかなって思って、うん、ちょっと面白いのが、この写真上下反転させても全然違う世界で通るんですよ。ちょっと反転しよう。はい、わあ、本当だ。そしたら今度は奥から手前に来る勢いが感じられませんか？うん、なんかこう、ぐんって向かってきてる感じがする。たぶんこの広角の四隅のちょっとした歪みのおかげで、ああ、そうだね。出るなと。うんうん。そう、写真に本当は上下も左右も平行もないなとは思ってて、なるほど、自分の見てるものが本当に平行なのかどうかっていうのはもうやっぱ自分にしかわからないので、うん、そこをこう崩して見てみると写真ってまた面白い見え方するなっていう感じですかね。はい、うん、いや素晴らしい。これってこれ、うん、あ、どうぞ。はい、先生、これって何回か、はい、チャレンジしたんですか？一発目でこれですか？これは何回も洗車機入ってんこれじゃないな。あの1日に 3,4 回もローテーションしてないですよ、大丈夫ですこの泡じゃねえなとか言ってこれ多分多分2回目ぐらいです。あ、で、その時 GR3 ってやつしか持ってなくて、うーん、で、ちょっと超広角で撮ってみたいと思って、はいはい、なるほど。ちょっと次、洗車機行く時に、あの、1635、超広角持って行って、ちょっと撮ってみようと。で、しかも、あの、その時マーク4、あの、要はカメラマーク4なんで、あの、バリアングルでも何でもないので、モニターが見えないんですよね。ああ、なるほど。なんで、もう、なんとなく面だけ意識して、もう、連写です。もうそれで運よく映ったやつをこう楽しむというか。なるほど、うんうん、そんな感じですね。いや、すごい、この影がすごい意味が分かんなくて、どういう、うん、この影理解不可能だったってみんな思ってなかった？でもなんかガラスを、うん、ガラス通してるおかげでこの影ができてるから、その話を聞いて納得できたなっていう、うん、あれを聞いた上でもなんか納得できん自分がいる。え？そうなんじゃない？あ、そういうことだと思うけど、ま、理解に苦しむ感じがなんか心地よい、うん、っていうのがある、ね、なんか窓を取った経験があるから想像できるかも。うん、なんか多分泡の濃度というか高さ厚さといったらいいんですかね、にもかなり寄ってくるかなと思うのと、多分あの光が結構本当に真っ昼間の一番あの上に天井にあったので、その影響もあったかもしれないですね。
あー、なるほど。斜めのラインに対してまっすぐ光が降りてきてるので、はいはい、光も絶妙ですもんね。うん、さすがに時間帯狙っていったことはないんですけど、あの打席の精神のうちに太陽がこう来るなとか、そんなの考えたことないですけど、写真お化けすぎます。あそこのガソリンスタンドみたいな。あの洗車機の成功は最高だみたいな。洗車機オタクみたいになってるじゃん。ねえ。なんか夕日の当たるタイミングでガソリンスタンド探して、オレンジ色の泡取っても面白そうです。今度なんか火星みたいな。開けたガソリンスタンドそれ出るかもしれないですね。うん。あ、ちょっとやばい写真が出てきそうじゃないですか、それ。楽しみにしておこう。すごいわ。洗車機で盛り上がる。洗車機相当盛り上がりましたね。盛り上がりすぎて。これはすごい。洗車機の尺で15分。今日一の一番ネタ写真かなと思ってます。うん、いやー、ほんとすごい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとそろそろ時間が押してるんで、次の写真いきますか。はい。はい、じゃあ4枚目いきますね。お願いします、はい、今度こちらでございます。はい、4枚目の写真、この写真もさっきと一緒でタイトルはつけていってません、はい、この写真は氷の表面を撮ったものです、うん、氷の色や形は様々で、その美しさに本当に感動します。この氷を見つけたとき、一瞬でこの形に魅了され、鏡のように張り巡らされた、あ、鏡のようにも見えますし、鱗のようにも張り巡らされた氷の形に細胞をイメージしました。また氷を覗くように見ていると、そこには自分が映りました。ただその姿はすごく曖昧で、違う自分を見ているような感じがして、またこの氷の壁の先に何か別の世界があるような不思議な感覚も生まれました。撮ったものは氷の表面というシンプルなものですが、氷という事実と、事実というその物体の事実というものから離れて向き合ってみると、そこには何か別のイメージが想像できます。皆さんにはどのように見えるでしょうか。目の前にあるものにとらわれず、その自然の姿に自分がどんなことを感じているのか、考えることで自分の表現が見えてくるかもしれません。以上で写真の解説を終わります。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。また、なんか、濃い写真ですね。ね、今じゃ撮ってないんでね。うん。いや、素晴らしい。僕個人としては、まあ、今、こう皆さんどんな風に見えますかっていう、最後、まさかの問いかけがあったと思うんですけど、なんかやっぱこれ見たときに細胞分裂みたいなのを想像しましたね。うん。僕の最初の科学の教科書とかで出てきてたなみたいな。あ、神様は物理じゃなかったっつ。え、あ、僕文系です。あ、文系。僕理系なんで多分それすごくわかります。出てましたよね。あ、うん。でした。なんかね、すごいそういうのが繰り返されてる文化。感じがしたなっていう、まあ、やっぱミクロならではのなんかこの何かを分からせないなんかこう世界っていう、うん、なんかそういう感じて、なんかやっぱその人に考えさせることのできるこう被写体かなっていうふうに思ったんですけど、いやこの感じはまあやっぱ長尾志くんとかがやっぱよく撮ってんのかなっていうふうに思うかな。なんかこんな形見たことないですね。でも多分めちゃくちゃあのつららなんでこれ。これあの自分の体幹ぐらいある、体幹は言い過ぎやな。腕2本のこの太さぐらいのでっかいつららがこうダーンとできてたんですよ。渓流の岩肌からこう沿って徐々にこう水が垂れてきて、なるほどなるほどなるほど、すごい表面のでかいあのつららというか、なるほど、そう、それがしかも嬉しいことに自分の目線にあるんで、へえー、あ、アイポイントに、そうそう、アイポイントにあるんで、へえー、これはもう接近するしかないなって思って、すげえ、だから多分
特にそっちの冬のね、いろんな造形が見る、やっぱ厳しい信州の方とか北海道とか、やっぱこういうのいっぱいあると思うんで、そうですね、意外にちょっと舐め回すように見てもらえたら面白い形が、うん、うん、こううちの近所の百均にめちゃくちゃなんか暖房ガンガン効かせてるから、屋根のなんか雪が溶けてそれが滴ってバカみたいにでっかいつららできてるとこあるから、ちょっと今度行ってみようと思います。それ覗くからなりそう。いや多分めっちゃおもろいと思う。表面見てて僕もね同じこと思ってて、そのつらな表面めちゃくちゃゴリゴリで面白くて、結構その反射が時間帯によっても色その透過して違うからめちゃくちゃ面白いなと思ってて、でもこれがつららっていう感じはしなかったよね。なんか気泡みたいな感じだから空気によるものだっていう風に見えたからめちゃくちゃ意外でしたねこれ。なんか僕てっきり渓流とかよくこう冬の時期に行って大きく冷え込んだ時だったら渓流の下にこういうあの膜の張った氷がよくあるイメージがあって、そういうのをこう下に向かってこう撮ったのかなっていうふうに思ったけど、このアングルでつららなんだっていうのが今日は驚いた。ああよかったです、うん、そうなんですよ、まあ、これは本当に恵まれた場所にあったものだなとはすごく思うんですけど、うん、いや あんまりいないんじゃないですかね、うん、そうこれを撮ってる人っていうか、こうつららでこういうなんか凹凸感を感じる写真、うん、これはすごいな、もしかしてこう溶け始めてて、あの上から水もちょっと滴ってるんですね、この氷の表面を水がこう滴ってるというか、あへえ、から流れてる部分もあるんで、そこがこうなんか描写がすごく曖昧になるんですよ。そこをどんだけ絞っても水が表面流れてる部分なんで、またそれがそのあのなんか不思議な鏡のような、なんか奥に世界があるように見えたりとか、本当に自分が 1センチぐらい上下するだけでこの黒の配分だったり白の配分が全部変わってくるので、うん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 、そうですよね、そうそう、本当それがすごく面白くて、まあ自分が一番これだと思う形はどれかなと取りながら探っていってる感じなんですけど、うん、なるほど、はい、いやすごいな、いややっぱりこの氷ならでは、なんか氷ってすごいじゃないですか、形が本当全然霜とかでも、うん、こういう白氷でも、まあ、分厚い氷もそうだし、なんか表情が本当に いっぱいあるから、うん、見たことない氷を毎回のそのなんか撮影地で出会って、あまたこんなのがあるんだっていうのの多分繰り返しだから、なんかまたこれもこれでやっぱ初めてなんかそのつららの表面でこれはちょっと見たことないなって今思える写真だったなって思いました。おちょっと質問来てるんですけど、なんでこの時 F16 っていう F 値を選択したんですかっていう質問が。なるほどです。まああの多分解像度とかそういうことを考えれば一番いい F 値は多分 F11、8か11ぐらいが一番いいとは言われてはいるんですけど、この、氷を実際に撮ってたらすごく思うことで、 F をちょっとずつ変えるだけで氷の表情全部変わっていくんですよ。そうですよね。この輪郭が全部くっきり出るのか、それとも曖昧に出てくるのか、ですごいそれを F を本当に3分の1なんか変えるだけで全部変わってくるので、自分が一番いいと思った表情をしたのが F16 だったっていう結果ですかね。うん、最初から F16 を決めてたわけでは、はい、なかったです、うん。きっとその平面じゃないですよね、つららなんで。こう湾曲してる形っていうか。うっすら湾曲しましたね、はい、うん。だから多分パンにするその絞りも、多分絞り切ってもある程度四隅はちょっと奥行きある感じになると思うんですけど。うん、そうですね、まあその F によってね、やっぱ表情が変わるので、自分が一番やっぱなんだろう、こう想像した世界とマッチする F 値ってどれかなって探した時 F16 だったっていう感じですね。うん、はい、いや非常に分かりやすいと思います。よかったです、多分伝わったんじゃないでしょうか。はいはい、はい、じゃあ質問箱に来てたやつに入りましょうか。はい、憧れのちなみに写真家さんはおられますかっていう、いらっしゃいますかっていう。憧れの写真家、そうですね、憧れの写真家はいるのはいます。中西俊樹さんっていう方と、
あとは後藤亜希さん、うん、まあもちろんあの多分まあこういうシネフゲ撮ってる人では多分大体知ってるかなとは思うんですが、辰野清さんとか、まあ本当にすごい方々いっぱいいますし、自分がなんかこういう写真をさらにこう突き詰めていこうなって思うきっかけをくれたのは中西俊樹さんで、あの品川のギャラリーエステとこでカムイっていう写真展をされてたんですけど、まあその今までこう写真展を見に行ってもなんか自分たちの自慢大会みたいな写真展が多いんですよね、やっぱ、うん、いい写真撮れました、いい写真撮れましたとかでやってるんじゃなくて、やっぱ一つのテーマに絞って、うんうん、それをの表現をこう追求した写真展っていうのをこうあんま見たことがなかったんですよね。はい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 。それをそのカムイで見せられて衝撃を受けて、あ確かにそれは結構衝撃的な気がしますね、うん、なんか自分が初めて写真を言葉にできなかったというか、うんうんうん、なんて言ったらいいか分からんけど、なんか自分がめっちゃざわついてるのが分かるみたいな。あーなるほど、ちょっとその独特すぎる。そうそう、なんか見されたけどその何が分かんないみたいな。そうそう、あの多分さ、あの名古屋さんが3枚目で感じてくれたような感覚、うん、っていうのはもう僕その会場全体が一つにつながってて、しかもそれが一枚の写真ではなくて、ああなるほどね、なんかもうあれそのことが衝撃だったんで、まあ、あの中西さんとかをかなり尊敬、まあ、憧れとしてはいますけど、別にまあ憧れだからってその人の写真を目指すわけではなくて、やっぱその人たちからもらった刺激でなんかどうにかしたいなとか思うんで、あんまり気持ちを寄せすぎないようにはしてます。なるほど。はい、あんまり真似事しすぎると結局同じことしかできないし、うん、なんか今でも聞いてたらそのどっちかっていうとあれじゃないですか、その中西さんの写真にやっぱその憧れてるっていうあのなんだろうマインドよりは、うん、なんかそのさっき言ったみたいに長尾志くんに与えたような感動をまっちゃんさんの写真で与えることが、うん、多分その中西さんにの写真を見たときに感じて、あ、多分こういう感動を与えれることが憧れるな。うん、あ、そうですね。うん。ね、代弁ありがとうございます。いやいやいや。もう本当にそう、本当ですね。うん。そう、自分がやってみたいというか、自分でもできるんじゃないかなっていうのをこうすごく感じるか、うん。勝手にちょっと。大事だ。なんで今はちょっと今はその3枚目4枚目。みたいな写真、うんうんうん、もうほとんどインスタでは上げることはないんですけど、うんうんうん、ちょっとしっかりいろいろ撮り始めて、ま、今まとめあのなんかまとめれたらなとは思って、うん、いや素晴らしい。おお、松田さんの言葉が心に染みますとおっしゃってくれてます。染みるような言葉が言ってたんです。染み込んでます多分今。はいはい、ちょっとこれは何だろう、今までの話よりはなんかそのリアルな話になるんですけど、レンズ構成、どういうレンズ構成で普段撮ってますかっていう。基本単焦点はまあマクロレンズが1本あるだけで、基本はあのキヤノンのレンズだと 16-35mm の超広角と、はい、24-70mm、あとは、100-400、はいはい、とマクロの4本でやってますね。うん。隙のない。いや、それがですね、もう僕の買い方のミスで70から100ミリの画角がないんですよ、僕。ああ、なるほど。実はそこにめちゃくちゃストレスを感じてるんですよね、一番本当は。うん。けど、まあ、そこはまあいずれ。あの克服するとして、まあでもそのだけレンズ持っててもやっぱ一番使うのは超広角とマクロと望遠、うん、やっぱ標準域であんまり撮ることは結構少ないですかね。まあ、うん、写真を見ててもなんかあんまり必要ないっていう言い方をするけど、ちょっとそのらしさが出にくいのかなっていう。ああ確かに、うん、普通にね風景もあるので、そういう時はもちろん使ってはいいんですけど、うん、はいはい、やっぱ自分の気持ちを寄せたいってなった時にやっぱ寄れるレンズというか、うん、
レンズと一緒に自分の体を寄せるというか、そういう感じで使えるレンズがやっぱ一番いいなと思うので、うん、そうなったら、そうですね、さっきの本当に超広角望遠とかが多くなりますね。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、ということで、まあじゃあちょっと4枚の紹介が終わりましたね。うん、質問も今これで持ってたもので、大体は抜粋させてもらってこっちでちょっと選んだんですけど、まあもう1時間経っちゃいました。早いですね。早い、はい、はい、うまい方法です。じゃあ締める方向に向かいますか。はいはいはい、はい、締め係です。締め係。はい、和田さん本当に今日はありがとうございました。本当に素晴らしい写真で、まあ、我々もね、あの自然をこう求めてそれぞれ LPD のメンバーも撮影しているんですけれども、なんか我々にないものもやっぱりすごいあって、我々にとってもすごくいい刺激になったなっていうのをすごく今回のこのフォトセッションで感じたので、うん、まあ、本当にあの楽しかったです、うん、で、ここで和田さんの何かこうご自身でこう宣伝されたいことだとか、何か今後のビジョンだとかもしあれば、ちょっとあの視聴者様のにちょっと届けるメッセージとしてお話しいただければと思うんですけども、お願いできますでしょうか。はい、まあ、さっきちょっと4枚目の写真の話した時に少し触れては言ってたんですけど、まあ、実際こういうあの抽象的な写真をこう撮って、今まとめていってるところで、まあ、本当はあの個展をできればしたいなと思っていてます。ただまあそれを10年とかそんな先ではなくて、本当にこの近年中にちょっと自分の写真をちゃんとまとめて、個展を開催したいと今取り組んでいっているところで、まだ全然その場所も決まってないですし、方法も全然決まってはないんですけど、今ちょっとそれを今メインでやっていっているところですね。ぜひあの、まあ、こんな写真ばっかりになるかもしれないんですけど、あの開催するときにはお知らせしますので来ていただけたらと思います。あとあの本当にどうしちゃったのっていうぐらいの PSW っていうアカウント、あの僕のアカウントから入れるんですけど、あの PSW をやっと再始動できそうです。なるほど。この LPD の皆さんのこの活動も本当すごい刺激になってて、まあ、本当にこういうことやってみたいなと思うことをやっぱ LPD さんもいろいろされてますし、まあ、そういうことをこう PSW っていうチームで何かできないかなとは今新しく今あの模索をしていってるところで、うんうん、でまあ、ちょっと早ければ、まあ、ほんの近々動こうかなとは思ってはいるんですけど、で、まあ、最後にその動いた結果の集大成としてあることをしようかなとも思っているので、おちょっとそれを楽しみにしていただけたらなと思います。だいぶ不定期になってだいぶ間隔空きますけど、まあ、ちょっと温かく見守ってもらえたら嬉しいので、はい、ですかね。まあ、大きな活動としては、はい、今後の活動とかビジョンとしてはそんな感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。皆さん、この松田さんのですね、インスタグラムですね、主に、まあ、写真を掲載している、先ほども言ったように全てをオープンにして公開されているわけではないんですけれども、あの作品を見ることができますので、また概要欄の方に、今回の、松田さんのインスタグラムのリンクを貼らせていただいてますので、そちらをご確認いただければというふうに思います。あとは、また質問等も今回あのできなかった方とかもいらっしゃると思いますので、また松田さんの方で新たにそのインスタグラムの方でお作りいただけるっていう話を伺ってますので、またちょっと今回質問できなかった方はそちらで質問していただければというふうに思っております。こんな感じで大丈夫ですかね。はい、という感じで、はい、よろしくお願いします。ということで、今回はですね、第2回の LPD のまあ、オンライン写真展が1回目だったんですけど、今回は、オンラインのフォトセッションをさせていただきましたけれども、これで終了とさせていただきますが、また月に1回ですね、こういった形のゲストをお招きして、させていただければと思いますので、また告知もさせていただきますので、皆様楽しみにしていただければと思います。ということで皆さん、何か一言言うことあれば大丈夫ですか。大丈夫ですか。言い残したことないですね。はい、ということで、視聴者の皆さんも今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様です。お疲れ様です。